まああれなんですけど、でもペンちゃんからね、ディスコも来た。ライブマジかっこよかったよっつって。ツイートもしてたと思うんだけど、ディスコもくれて、マジありがとうって。ちなみに2日目も見てくれてた。衣装かっけーっつって。めっちゃ見てくれてた。チナね。ペンちゃんってでもあれだよね。その住んでる場所がちょっと、あれだよね。遠いんだよね。だから、来る機会があったら、マジ連絡してって言った俺が。で、マジ飯行こうって言って。名古屋って言ってたっけ？そう。だから、東京来る機会あったら、マジ連絡してって俺言った。飯行こうぜって言って。なかなかね、離れてるとね、ちょっと難しい部分ではあるんだけど。まあ新幹線だとね、まあすぐではあるか。まあ活動とかね、大変だからね、普段のね、会ったら話するわ。会えたら無事。もし、ペンタスに会えるんだったらね、ユグドラのみんなとなんか打ち上げみたいなのしたいけどな。二次会ってどうなりました？まあ配信の二次会もしたいね、みたいな話はしてたと思う。まあなんか年明けとかなんかみんな予定会うタイミングでやれたらな、みたいなのは言ってたよ。みんな。みんなどこ住んでるかとか俺知らないけど、10人は大変だけどね。で、配信とかはまあワンチャンどっかできるんじゃないかなと思う。二次会何するかは決まってない。まあ、マリカとかもあるそうだけどね。みんなでワイワイ。やってるジャンルがみんな違うと、どこに落ち着くか難しいよね。あ、まあアモアスとかね、そっち系もあるかもな。人狼系。俺、まあ好きだね。俺アモアス好きだね。あの、キャラコンでなんかワンチャンできるじゃん。アモアスはありだな。もしゲームみんな悩んでたらそれ提案してみるわ。まあ面白かったですね、 VCR GTA。 いやーマジいっぱいやったな。2週間配信した後のフェス、こんなずっとハードだった。俺やっとだからやっと終わったって感じなんだよ。一旦この期間ハードな日々一旦終わったって思った。だから年末にかけてまあ一旦チルできるなって感じで俺の中で。いやー疲れたね。楽しい疲れ、いい疲れ、やりきった。また VCR あったら参加するかは、まあその時のスケジュールだとか、まあ、どういった何かをやるかみたいな。まあ、いろいろあるからね、VCR 系。まあ、GTA に限らず、アークとか、なんか別ゲーやるかもしれないし、顔を出してみるかもしれないし、出さないかもしれないし、わかんない。でも、基本は俺あんま参加してなかったんだけど、まあ、今回参加してみて、参加してよかったなってなったから、まあ、でも、どちらかというと、機会があったら、顔を出したいなと思ったりはするけど、まあ、本当その時次第だな。でも、本当に楽しかった。今回。いいメンバーに恵まれました。本当に。時間ね、がっつりね、人でなくなるから、まず一旦その期間ってまず一旦人じゃなくなるんだよ。自分が人であるということをまず諦めて、配信モンスターまずならなきゃいけなくて、日々をまず犠牲にしてその世界でまず生きるという覚悟を持ってやるんで、まあ朝6時までで本当よかったね。じゃなかったらどうなってたことやら。 V 祭より大変だった。まあ大変っていうあれはなかったかな、正直。 V 祭はまあ言うて大会だから、勝ちたいっていう明確な目標、まあ張り詰める部分もあるじゃないですか。空気感というか、集中めっちゃしなきゃいけないみたいな、勝つために。だけど今回のその GTA とかは別に勝ち負けとかがあるわけじゃなく、その世界でね楽しむ、生きるっていうあれだったんで、大変っていうあれはなかったね。もう純粋に長時間、もうただただ楽しむ時間っていう感じだったね。そうだから、あの雰囲気はね本当良かったなって思う。そうだから、まあそういったメンツを集めてくれて、リーダーがラッターでそういう空気感作ってくれて、もう本当に感謝しかないというかね、よかったなって思う。みんないい子たちで面白かったっす。大人数で自我を出さないフワミナトが、まあユグドラは結構もう本当にパッションでね、楽しめたのも最初に本当ラッターとペンちゃんに会えたからだなって思うな。もう好きなように楽しませていただいたわ。好き放題した、本当に。暴れ回ったね。パンガもね、本当可愛いし。治療費無限にね、払ってましたからね。X に感謝です、僕は。あいつに言ってよかったよ、ディスコで。犯罪サポートまだやってるって。ビビってたから俺。シスコさんが不惑のこと聞いてた。まあもうシスさんも埋名よ。そりゃもう。シスリテたちのシスだからね。どちらかというと。俺シスさんともっと遊びてえよ。って思います。最初はやっぱビビってたからね。不安だったから。ほんとね、VCR 系ね、そのいろんなサーバー随時やってるんだけど、やっぱルールがたくさんあるんですよ。ほんとに。覚えること？みんなもね、知らないことだらけだったと思うんだよね。見てる人たちも。見たことある人たちは、知ってる人もいたんだけど、これ大丈夫なのだとかね。今思えば、いろんなコメントもありやすかったりね、する理由もわかるしね。いろいろあると。難しい部分。俺覚えれるかなみたいなルール。不安が多かったけど、まあ思い切ってね、やって、X に相談してね、できて。結構、自分の中では、一歩前出れたなって思いました。俺のあんまり荒れてはなかった。まあ、たまにちょっとなんか、香ばしい雰囲気もあったかなみたいなぐらいではあるけど、基本平和だった。基本みんななんかそのトップに鳩と指示禁止って多分載せてたんだよね。鳩とかなかった。まあ、指示とかはでも結構あったのかな。うん。まあ、でも指示は個人的に教えてくれるのは割とね、要所要所で助かったりしたけど。でも基本みんななんかそこをやっぱ注意書きしてたらしいっすよ。鳩もなかったんじゃないかな。いやでも、ほぼ平和だったけどね。なんか、
たまになんかでもちょっと浮いてるやついたかなって感じ。なんか変なやついるなみたいな。たまに一人ぐらいなんか目に入るぐらいで、なんか浮いてんなみたいなぐらいだったかな。それ以外みんな、メンバーの人とかも、そのたまに指示込みあったりしたけど、まあ全然普通に、そう思う気持ちあるよね、みたいな感じ。そう。あ、でもなんか死体打ちの時とかも、なんかあったりしたけど、まあでも死体打ちはね、あれをした方がいいなと思ったし、あのゲームで。ちゃんとね、死んだあれ、確認する観点で。まあ、あれは、なんかまあ指示込みになるのかな？死体打ちしない方がいいだとかは。俺意味もなく死体打ちしないからな、別に。親しい仲メンツプラス、あのゲームマジ、ダウンしても敵打ってくるから、打つ感覚慣れたいっていうの噛み合ってのことだから、やめた方がいいんじゃないっていうのは、まあちょっとお門近いかな、みたいな感じ。みんな、でもなんとなくでもテンション感でわかる、みんなのコメントの雰囲気。おい、さ、やめとけよの時と、その中でたまに、本当にさ、やめた方がいいよ、みたいなやつがあると、いやってなる、俺は。ライトな指示込み全然平和。なんか本当にガチ感ある指示の時は、ちょっと、お門時代だなってなっちゃうね、俺の中で。もうほんと一回やめてみたいな、なんか、たまにあるのよ、そういうの。うん。それは違うでしょ、みたいな。全然違うみたいな。もう数違いだねって言って。なんかまるで自分があたかも正しいことを言ってるかのような、あの、ガチな真顔の指示が来た時は、はみたいな感じになるね。うん。下打ちの時はそれが若干あって、はってなった。ぐらいですかね。まあでもあれかな。もう本当にでも個人的に面白かったのが、そういうコメに気づいたのが面白い。まあ、俺結構コメント見てるからね。割と。まあ、見えないとき見えないけど。まあでもペンちゃんとね、結構まあ、エモな雰囲気でマジバイクで帰ってるときにハセチ登場したときは本当に面白かった一番、俺は。まあ、空からハセチマジ完璧だった、あれタイミング。てんつって。あれはね、素晴らしかったね。楽しくやらせていただきました。みんなが楽しんでくれて楽しかったわ。平和に見てくれてありがとう。でもみんなもちょっと学べたんじゃない ?GTA について。警察に感謝感謝。本当にあれ警察いないとマジ成り立たないなって思ったね。あのゲームをやってて。ギャングはまあね、好き放題にまず攻めれるけど、治安を守る警察っていう存在ってマジ偉大だなって思ったね。GTA は。VCR。成り立ってる。それで。バランスだとか。警察にマジ上手い KR 勢がいるのが本当いいわ。マジで強かった。モンちゃんのご盾マジやばかったもんな。いや、むずかったな、でも。なかなかボコされたね。まあ、タイミングがあるかわからんけど、また GT やる機会あったら、ちょっと打ち合いもっと上手くなりたいなと思いますね。硬派すぎる。警察マジで。甘えないのすごくない？最後のヘリのとことかさ、カジノのやつ。もう俺と黒炭酸さん二人になってさ、もう制圧してんのよ、警察。もう、突撃してきてさ、終わらしたらいいじゃん。来ないの、全然。来いよって思って。もう勝ちじゃん、そっちって思って。突撃したらいいじゃんって思って。パッションで。来ないの、全然。硬派すぎる。立ち回りが。痺れ切らして歩いたら、ヘッショで死んだわ、すぐ。バーンって。すごいなって思った、本当に。ワンパンヘッショだった、綺麗に。いや、だからそれ含めても警察ってすごいなって思ったね。俺は絶対警察できないけど、新人警察として学ぶというのは全然でもあり。ポンコツ、ダメダメ警察の成長物語が一回あってもいいとは思う。やることによって見える視点は増えるしね。あ、こんな画面でやってんだ、みたいな。知っては見たいとは思いましたね。確実に荒れる、俺がやると。まあ、みたいなところですか。楽しかったでありますよ。ストグラはやらないですか？ストグラも、あれだよね。その GTA のやつだよね。ストグラはでもあんまり考えてないな、今のところ。その、もう一つの世界観というか、もうずっとやってるやつだもんね、GTA。ストグラっていうか、まあ、GTA をもっと理解したいという観点で、全然面白そうだなと思うんだけど、まあなんか、自分の中で一旦、VCR、GTA がもう本当に気持ちよく感したから、一旦まあ今んとこそんなにって感じかな。あまりにも気持ちよく感したんで、まあなんかワンチャン、GTA 学びたいなと思ったら、Twitch とかでやってもいいかなぐらい。GTA を理解するために。そんな深く今考えてないね。